大谷山二22号墳は、和歌山県和歌山市、岩橋、鳴上にある古墳。形状は、前方公園墳、岩橋千塚古墳群を構成する古墳の一つ。和歌山県北西部、木の川川口部の和歌山平野の岩橋山階に、映像された岩橋千塚古墳群のうち、北西の山階に築造された古墳である。これまでに、数字の発掘調査が実施されている。 噴霧は前方五円形で前方部を西北西方に向ける。噴霧は縦型の基段状に二段築成で築造される。噴霧長は約68メートルを測り、和歌山県内では有数の規模になる。噴霧表面では、吹き石が認められない一方、円筒波庭列、軽承波庭が認められる。特に円筒波庭は、方群形、部位群形が並存する点が注目される。 また、紛糾クビレブでは作りでの存在が推定される。主体部の埋葬施設は、公園部における、両袖式横穴式石室で、全長7.8メートルを測る。石室の原質には石棚、石梁を伴い、岩橋仙塚古墳群でよく見られる、岩橋型横穴式石室になる。その他、葉庭以外の出土品として、河原家、はじき、や生い器がある。以上より、 築造時期は古墳時代後期の6世紀前半頃と推定される。古墳域は2016年に国の特別史跡岩橋千塚古墳群に追加指定されている。石室原室上に石梁、中央に石棚。古墳の規模は次の通り。一部では墳丘構築時から岩盤が露出していた可能性が推定される。注釈出典。ありがとうございます。